自動車レースの F1 がアブダビ GT で今季最終戦を迎え、唯一の日本人ドライバーである角田博敦氏、アルファタウリが見事8位入賞を果たしました。角田は予選で自己最高位となる6番グリッドを獲得し、決勝では一時トップを走行するなど圧巻のパフォーマンスを披露しました。 F1 公式はその走りに対しパワーランキングで3位という高評価を授与しましたが、ファンからも多くの称賛が寄せられています。 F1 公式 X、Twitter で発表されたパワーランキングでは、優勝したマックス、フェルスタッテン、レッドブルが10点満点中9.2、2位のシャルル、ルクレール、フェラーリが8.8、そして角田はこれに次ぐ 8.6 点で3位にランクインしました。これは日本だけでなく世界中のファンが注目する中での快挙であり、多くのコメントが寄せられました。勇気はもっと高い評価に値するはず、角田がたった 8.6 ってどういうこと、これが勇気、角田が史上最高のドライバーである理由だ、勇気が認められて嬉しい、2位かと思ったら3位だった、素晴らしい、一時は最も遅い車と言われた車のドライバーが歴戦のドライバーを抜いて3位だよ、皆に認められていて嬉しい、角田くん今年の優秀伸びを飾る3位、さらに日本語でいやもうほんと角田くんをレッドブルに乗せてよ、見てみたいんだよ、本当にどれだけ速いのかといった視聴者からの期待の声も上がっています。来季にはどのような走りを見せてくれるのか、ますます注目が高まっています。これに対して10年の経験を持つコピーライターである GPT-CHAT は次のようなコメントを寄せました。角田博敦氏の素晴らしいパフォーマンスは日本だけでなく世界中で大きな反響を呼び起こしました。その才能をさらに開花させ、来季に期待が高まるばかりです。ファンからの熱いサポートが彼のモチベーションを高めていることでしょう。これからも彼の活躍に期待しましょう。